バーンと始まりました。皆さん勇気爆発してますか？オリジナルテレビアニメ勇気爆発バーンブレイバーンでイサミアオを演じております鈴木亮太です。よろしくお願いします。バーン、皆さん勇気爆発してますか？ルイス・スミスを演じております浅上洋平です。はい、この番組は2024年1月から放送中のオリジナルテレビアニメ勇気爆発バーンブレイバーンのイサミアオ役の私鈴木亮太とルイス・スミス役の浅上洋平さんの2人がパーソナリティを務め、時にはゲストをお呼びして、時には2人だけで勇気を出してお届けするウェブレイディオです。ここすごい強調されてるのは何でなんだ。もう追いつかないよ、レイディオですかね。はい、勇気爆発バーンブレイバーン番組本編ではイサミとスミスの成長や2人の絆が描かれ物語になっておりますので、イサミアオを演じる私鈴木亮太と、ルイス・スミスを演じる浅上洋平さんが勇気を出していろいろな企画に挑戦し、勇気を出して2人が、そしてゲストさんとも仲良くなり、皆さんにも勇気を与えられる番組を目指します。作品の魅力をさまざまな角度からお伝えしていきますので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。まずごめんなさい、オープニングがずっとかかってますけど、いやもうすごいね。いや最高ですね、上がりますね。いやもうめちゃくちゃいいです。もう記念すべき第1回なんですけれどもね、僕らも本当に探り探りの中、そうですね、あの1回目にしてなんと素敵すぎるゲストの方お呼びしてるんです。もう最終回みたいなゲストの方、いやもうね確かに呼んじゃうのもうっていう感じの、いいんですか、方なんですけどもね。じゃあ、いいですか、もう呼んじゃおうよ。呼びちゃいますか、早く呼んだ方がいいって。ご紹介いたしますこの方です。皆さん勇気爆発していますか？ブレイバーンを演じている鈴村健一です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。本当に探り探りなんです、助けてください。そうだよね先輩助けてブレイバーン今日でも面白いセッティングで、はい、あのメインパーソナリティの2人じゃん、はい、横並びやん。そうなんです、これね、これ面白いチームなんですよね。ないよね、はい、俺知ってる番組で横並びで長年やってるベテランの DJ さんいるけど、はい、あんまり見ないね横並びが普通はだって対面でね、はい、僕と亮太くんがって感じで、ゲストの方がどちらかの隣に座る、そうだ、ね、感じですけども、なんか不思議な感じだもん、面接みたいだもん俺なんか僕らがお呼ばれされてる感覚、いや俺が逆だよ。そうだし、なんか個人的にはその第1回からゲストの方に来ていただくのもあんまない気がしないですね。そういうもんかもね。アニラジとかね、うん、実もう3人でやっていきましょうよってぐらいの気持ちでいます。もうなんならずっと最後までずっといてほしいぐらい、いてほしいですよ感じですけれどもね。まあなんかですね、早速なんですけど、うん、呼び方をいつもと変えてみませんかっていう提案がね、あ、これも勇気を、それぞれをって、そうですってこと、はい、今まで呼んでる呼び方じゃない呼び方でこのラジオ進めたい。なんて呼んだらいいんだろう俺。あ、でもこれで決まったら呼びやすくなるわ現場で。確かに、あ、本当ですか。そうかもしれない、ね、でも普通に一般的にこう僕らも呼ばれてる名前とかもあるんですけど、それまず教えてよ。それまず僕は浅上なんですけど、はい、アジって呼ばれてて、アジアジってみんな呼んでくれるんですよ。いい呼びやすい本当ですか。アジ、ここじゃない呼び名を考えるってこと。そういうことか。今までだと、うん、なんて呼ばれてるんですか。いろいろだな僕は浅上くんとかじゃなかった。なんか浅上くんって呼んでると思うけど、うん、なんて呼んでんだろうね覚えてないわかんない。浅上くんって呼んでると思う。それ以外に呼ばれたこと多いとか呼ばれたことないんですけど、ね、確かに僕も浅上さんだな。だいたいこういう時探ってんのよ、その若手と喋るみたいな時に、なんて呼んでいいかが、たまにいるじゃん、上手な先輩、いきなりアジーっていけるタイプの先輩いるじゃん。わかります、いきなりリョータって呼びしたいとめっちゃ嬉しいです。それできないタイプの先輩もそれできるタイプの先輩とはちゃうのよ。鈴村さんの方そうなのよ、勇気だ。だからもうアジーって呼びたいもん今すでに。じゃあもうアジここだけでしょ。ここだけ。だから他でも呼んでくださいよ。イワシとかになるよ。サバーとか。アジイワシとかになるよ。いやジンベイザメとかなるよ。どんどん離れちゃうから分かんなくなっちゃう。そう。だったら僕はもう普通にシンプルに下の名前で呼ばれるの好きなんですよ。うん、先輩に、お、陽平とか。陽平さん。陽平いいよね、はい。陽平って呼んでもらえたら嬉しいな。陽平な、はいはい。陽平か。でもアジイがいいわ。じゃあもう。でも俺だけイワシって呼んでいい。やべ、それはそれ で、大丈夫かな。いや、じゃあ今回はイワシ、イワシ、うん、イワシ、イワシ、じゃあイワシ、亮太くんどうする、うん、そうですね、普段なんて呼ばれてる、ファンの方々だと、うん、スです。ス
一文字せすせもうそんな時代来た。これねめちゃくちゃいじられてるんですよ。りょうたくりょうとかりとかで一緒だよね。あ今どんどん短くなってますからね。すなんだ、はい、取られちゃいました、ね、俺すずって呼ばれることが多いんだ。あ そ, っかそうですよ、ね、なるほど。でもすずは多分だから鈴村さんがいらっしゃるかもしれないですけど、うん、僕ないんですよね業界で。そうなんだよね、うん、じゃあ酢だ。酢なんです、うん、じゃあ分かった、はい、味噌って調味料とイワシが揃いましたけど、美味しそうです。なめろうができるよね美味しそうだ。ああ君らユニット名なめろうでしたよ。なめろうでやっていきますか。やるかなめろう。今もうブレイバーに関しては俺を1回目に呼んだのは失敗だと思うよ。いやもうアイドリングが止まんないっす、ね、どうします。鈴村さん、鈴村さんなんかこういうすごい勇気出さなきゃいけないからね君たちは、うん、だから鈴さんみたいなやつはダメだよ。ダメなんですよね。もっとがっつり来ないとダメだよ。そうか、リンさん、あいやまあまあまあ甘い。もっとスズがっつり来るやつ。スズから来るの、うん、カステラとか、スズカステラだ。カステラわいいね。カステラさん、カステラさん、いや3いらない。カステラって呼んで。カステラ、うん、カステラはやばすぎるでしょ。やばいラジオ始まっちゃった。勇気とかじゃないでしょ。やばいラジオ始まっちゃった。カステラって呼んでよ。いやじゃあ今回だけじゃあ、うん、カステラだよ。カステラです。カステラ、カステラね。カステラ、カステラ味噌イワシだからね。最悪なんなんこの。美味しそうだよね。この3人なんなんだよ。あじゃあまあそのスタイルで、はい、分かりました。はい、はい、分かったね、はい、分かったね。すっごいねアニラジっぽいよ今の感じ。いい、うん、俺が知る限りアニラジっぽい。これはいいですね。名前を決めて、いいこういうの久しぶりだもん俺。嬉しい。そうですね。あと普段聞けないようなこともね、これも勇気を持って質問していきたいと。はい、聞いてください。何でも答えますよ。なんだろうな。年収は言った言った。言えなくはないです。いやあじゃあカステラ何個分か。カステラで言うと結構いくね。結構いくと思う。そうだよね。気になるな。すごい。俺もそうなりたいな。結構なビルぐらいのカステラ。ビルいっぱいのカステラ。ビルぐらいのカステラ。これ聞きづらいんか聞いても、うん、あ、そうですか。体重ってカステラで答えてもらう、うん、なるほど。カステラで答えるとあいつどれぐらいあいつどれぐらいカステラ軽いのか。なるほど、ね、分かんないよね。しっとりしてるとよりね、はい、あの重さは変わってきますからね。だから65かカステラぐらいじゃない。5カステラ薄すぎません。今その重さなのか、その単位をカステラにしただけなのか、単位か分からないですけど、ちょっと聞きづらかったけど、カステラで答えてくれるとちょっとオブラートでね、なるほどね、包まれるからいいかもしれないですね。勇気持って質問で。こんな話さ、アフレコでしたことない。そうね。僕アフレコでほぼ鈴村さんとご一緒、がっつりご一緒したのが初めて。僕もそうですね。ラジオでそういうこういうことも言っちゃえるんだっていう。言っちゃえるよ。アフレコでの印象とか。ああ、アフレコではでも割とその。結構特撮のお話をしてくれてたんで、そうだね、ずっと特撮のなんか話聞いてましたね。大張さんがさ、はい、もうゴリゴリだから、はい、そういうのが。そうですよね。でまあこのバンブレーバンもやっぱりさ、はい、大張さんの趣味が丸出しなところがあるすぐねすごいですよ。すぐ察知して、うん、このあのカットとか割とあそこ意識してますよねって話されてて、だからトガキに書いてあんだもん。うん、ちょっと話が長すぎるので次のコーナーに行ってくれというすいませんお達しが来てしまいましたので、失礼いたしました。それでは、カステラには第1回2回目のゲストとして2週連続でやったぜ。カステラやるぜ。カステラカステラ、はい、はい、それでは早速始めていきましょう。オリジナルテレビアニメ勇気爆発バンブレイバンウェブレイディオ。それではまずは初回ということもございますので、今回は作品について勇気を出してたくさん語り合って、勇気を出していろんな突っ込んだ話をして絆を深めていきましょう。さて、先日ついに、TBS で第1話が放送となりました。まずはあらすじ読み上げていきます。第1話、待たせたな勇。
世界各国の部隊がハワイ諸島に集結し、米軍のティタノストライド TS パイロットルイス・スミスは戦闘の最中に自衛隊のエースパイロットイサミ・アオと出会う。戦闘を通じてイサミの人並み外れた実力を目にしたスミスは彼に1対1の勝負を挑む。しかし約束の日、突如所属不明機による大規模な強襲を受け、平和な日々は終わりを告げるということでしたけれども、はい、第1話からすごい作画がマジでヤバく、いやクオリティ高かった、そうだね、もなかったですね、動きがすごい、なんかだってこの、うん、でもこのあらすじだとマジで全然違うよってなるよね、うん、確かにここまでだそうですね、めちゃくちゃそのリアルな軍のなんか話みたいな、結構本格ミリタリーミリタリーって、うん、やっぱ僕らもね敷かれてたじゃないですか、その、はい、これ言っちゃダメだよとか、はいはい、だからそれを僕らも感想というか、その、うん、今回1話を放送するにあたっての皆さん、うん、意気込みなんかをみたいなキャストコメント書いてくださいって言われましたけど、うん、あれもね、そうですね、絶対触れられないから、そうだよね、そう、なかなか触れづらい、もうみんなを本気で騙すつもりで、うん、いや本格ミリタリーでこう結構重厚な雰囲気が漂ってますけどみたいなことを書きまくってましたけど、だからまず PV のその、うん、雰囲気と音楽が全然合ってなかった、うんうん、そう第一弾 PV の そこを間違ってるよねそう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 、どうせやるなら隠してよってあの音楽もね、確かに騙す気がそうなんだよな、騙すなら思いっきり騙すか、うんうん、でもね本当にリスナーの方も、うん、これは何か始まるぞっていう、そう、うん、視聴者の方もね、まあ、隠されてたで言うともう一番隠されてたの俺だから、いやそうですよね、そう、もうずっとカステラがずっとそうカステラがずっと隠れてたのよ、うん、そうな、隠れカステラ、隠れカステラが隠れてたから、そうだ、言いたいことがいっぱいあったけど言えないですよね、うん、そうなんだよね、そうだったな、なんかこうね、あれですよ、その発表になった時に、はい、なんか思わずさ、なんかこうリツイートみたいなことしたら、はい、やべえ、やばい、確かに、うん、って思ってて、はい、なんか発表されたと思って静かに見せた、そしたらなんかあの立木さんがあのリツイートしてて、はい、なんで立木さんリツイートしてる、立木さんダメだよ、なんで立木さんリツイートしたの、なんでだろうな、ダメダメだっていう、本当になんでかなって感じですけれども、うん、ね、ブレイバーンはどのようにこう、うん、キャラクター生成というか、うん、されていったんですか。これはあれだね、まあ、オーディションがあって、はい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 、オーディションの時スミスとブレイバーン受けてるのよ。え、あ、そうだったんですね。そうっていうか、なんだったらスミス受けてるの。ああ、そうなんですか。そう、はい、で事務所に来るじゃん、そのオーディションの資料、はいはいはい、で、はい、スミスさん何受けますかねって、うちのマネージャーたちがこう、うん、いろいろ選別してくれた、うんうん、でスミスさんスミスがいいっつって、はい、で受けに行ったわけ、事務所にね、ええ、いや待てと、違うぞと、うん、俺ほどロボを知っている声優はそうそういないぞとなるほど、大張さんでロボだろ、うん、で資料にこうブレイバーンの資料もあったの、はいはいはい、こうブレイバーンを受けさせてよっつって、あでブレイバーンを受けることにしたの、はいはいはい、自らこう勝ち取りに行ったので、もうでもさ、その段階で資料あんまなくてさ、うん、なんかこう、うん、ロボットもんですぐらいしかないの、うんはい、でもなんか台本があるからさ、オーディションの、はい、そっから見て、あこれは多分この人間である人たちとゴリゴリになんかこう意思疎通がうまくいってない作品だと思った。だからこうロボはロボっていう、なんかこういわゆる様式美的な、長く見てきたその勇者シリーズだったりとか、まあそれよりも前のロボの世代だから僕なんかは、そういうこうロボといえば、そして喋るロボといえばこうみたいな、ある種こうちょっとなんていうか定型のやり方があるみたいな、そういうのと普通の人たち、そういうロボが急に来たことで人とのなんか考え方がずれる話だろうと、オーディションの時に思った。鋭すぎるな、さすが。だからもうバリバリに今まで見てきた喋るロボ風っていうのを、でもあんまなんか細かいこと考えず、様式美にこだわりまくってオーディション受けたの。なるほど。それであの1話に行ったら、割とその想像は外れてなかった。だけど、でもそこにもちゃんとこう意味を持ってやらなければいけなくて、大張さんといろいろ話しながら作っていったっていう感じ。ああ、なるほ
ことだ、すごいもう頼もしすぎて、うん、もうキャストであり、はい、もう監修でありみたいな、そこまで深澤さん、アフレコのこっちのブースにいてくださるのこの安心感たるですよね。そうですよ、ぴったり、うん、でも意外だったんですよね、その喋、うん、るロボットを今までやってこなかったっていう、そうなの、初めておっしゃってて、あ、そうなんだと思って、喋るロボで言うと僕らの世代というやっぱ勇者シリーズとかは、うん、早見翔さんとかの声のイメージ、ちょっと渋めの、うん、でしょ、で、うん、渋めの声が来るラインなんだけど、はい、これはちょっと違う感じでいきたい、うん、で、うん、若めのロボの声の人もいる、うん、当時で言うと松本康則さんとか中村大輝さんのラインだ、俺はちょっと高めですかね、はい、このラインで俺はいけるに違いないっつってすごいイメージしたよね、すごい確かにあの今までカステラさんのあ、3つけた、あ、うん、カステラのイメージが、カステラのちょっと太めのイメージが、熱いイメージってそんなに僕なくて、今まで、うん、どっちかというともうちょっとなんかひょうひょうとしたキャラのイメージが強かったから、うん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 、結構なんかちゃんとロボっぽいそのこうカクッとした喋り方とか、そういうのをなんか出しつつ、うん、やらせていただいたんですけど、まあ本当もう最終巻みたいなコメント出しますけど、めっちゃ楽しかったです総じてね、そう、楽しさもこっちに伝わって、カステラの楽しさが伝わってくるて、カステラの楽しさ、ね、そうそう、あのなんかこうバーンプレイバーンってこの上に伸びて、そうそう、一定で伸びるっていうこの叫びがやっぱり考えられてるんだなっていう、いやあれね、あのなんかまあ昭和の匂いがするというか、そうなのよ、昭和のね、ビームの出し方とかみたいな昔のロボのこう叫び方があるんだよね、高い音で一定っていうのが、とかそうそうそう、ケツだけちょっと落ちるとか、ちょっと絶妙ですよ、分析してる、俺らじゃやっぱ分かんなかったもん、そう、それもなんかそういうダメ出しが来んだよね、大張さんから、あのロボの何々風でみたいな言っちゃうんだ、ちゃんと分かるっていうね、はいはいはい、そっちそっちね、そっちねみたいなすげえんだよ、だからもうすごい全然ついていけなくて、その会話がやっぱ組むべくして組んだタッグでしたね、頼もしいなっていうのはね、そういう作品に出会えてありましたけども、うん、アジはオーディションどうでした、うん、何を受けてたんですか、ノーノーノー、イワシ、イワシは、イワシ、イワシはね、イワシはスミスとイサミ受けてたの、あ、イサミも両方受けたんだ、両方受けてて、はい、まあどっちかなって正直思ってて、うん、なんかだいたいこう2つ受けたらこっちの方がっていうのもあるんだけど、そうですよね、そうそうそう、やっぱ作品の概要としくらいしかまだもらってないし、うん、このキャラお互いこの2人のキャラがどう成長していくかっていうのも分かんない状態だったんで、うん、はい、まあとにかく自分の全力でやろうって、うん、どちらもっていう、どちらも受かるつもりでっていう風にやったら、うん、まあ、スミスっていう話だったから、うん、あ、なるほど、そっちだったんだっていう、手応えどっちの方があったの、手応え、まあでもスミスの方がやっぱりこうテンションをこういろいろ変えられるというか、いろいろあったんですよ、イサミって割とその冷静だしクールだし、まあちょっとぶっ飛んでわーってなるところもありますけど、それよりはスミスの方がこう流れは作りやすかったかなっていうのがあったんで、うん、でもどちらも、うん、あ、やってみたいなって思いましたし、うん、今回そのやっぱアメリカ米軍の兵士だから、うん、やっぱ英語がすごい出てくる、そうね、のもなんか大変だろうなと思いながら、いやもうそこはもうノリですノリなんだ、ノリ、ノリとは思えないくらいの、いやいや、ね、自然にやってたよね、ハマってましたね、なんとなくの感じでやってるんで、あんまりこうね、あの本当に英語習ってる方にとってはお前みたいになるかもしれないんですけど、あ、まあ、そう聞こえれば勝ちかなっていう感じで、それ別に監修も特になくってことですか、うん、まあ、あの一応発音とか調べてこんな感じかなっていう風に、でもスタッフさんの中になんかめちゃくちゃ流暢な人いて、なんかもうちょっとラジスみたいな、このラの感じをみたいな、すごい、あれどなただったんだろうって思うぐらい、そうそうそう、ちょっとわからないんですけど方がいらっしゃって、うんうんうん、とかね、あったけど、味噌は味噌は味噌は僕はイサミだけでした、イサミだけ、あ、イサミ1本一本で、マジか、受けてて、ぴったりだもんね、いや、なんか、いや、ぴったり、ぴったりだよね、本当に、でもやっぱこの限られた範囲の中での表現、やっぱむちゃくちゃ難しいなって思いながらだったんですけど、なんかでもなんかそのそれこそ昭和っぽいじゃないですけど、堅物のなんか何侍じゃないですけど、なんかそういう雰囲気を最初持たせながら、
演じていこうって思ってたら、早い段階でそのブレイバーに乗った途端に割とドカーンってなっちゃったんで、めちゃくちゃ面白いキャラだなこいつみたいな風になりましたね。振り回されてる感じもやっぱすごい面白かった、ね、ギャップが面白いね。あのついあのブレイバーに乗って、でなんかもともと普通に何なんだこれはみたいなセリフだったところで、なんかそのそれこそ主題歌のバンブレイバーンが流れるっていうところで、何なんだこの歌はっていうアドリブを、あれ面白かったね。あれアドリブなんだよね。そうなんですよ。そのなんかセリフ台本には書いてなくて、書いてなかった。あれアドリブなの？アドリブでそうやらせてもらって、そうなんだ。なんかこうあれかと思ってた、修正が入ってたんだと思った。違うんだ。そうなんです。うわすごっ。そう、それで劇中か劇の中の人たちも聞こえてんのみたいな。そう新鮮すぎて。一応この今この流れてる曲って、その機体の中で聞こえるんですかって聞いたら、聞こえてますって。それであの それで言えたら言えるわみたいな。ブラボー。ありがとうございます。あれのおかげであの作品がなんか決まったんだ。決まった、ね、世界観が。だよね。劇中歌が聞こえてるってことないから。そうなんだよ。わすごいことだよ。ありがとうございます。やべえ、ね、言ってた最高の叫びだった。そうだよ。なんだこの歌は。そうみんな大笑いだったね。爆笑ですよ。大爆笑。あよかったです。いやあれアドリブなのすごいな。てか2人ともぴったりだよね役に。俺ほんとすごいと思ったもん。いやそれはありがたいですね。すごいよ。いや面白い。なんかいいキャストでやれてると思う俺。楽しいっすね。まずアフレコが。そうっすね。大変ですけどね。大変。毎回ね。叫びがやっぱりお互いあるから。みんな叫んでるから。みんな叫んでるから。俺ら特に叫んでる。特に。そう。この二人だからね。いやいや面白かったけど。そのねオープニングですよ。オープニングね。あのオープニングテーマ最後にね流れましたけれども。いや笑ったね。いやなんか最初のさそのアフレコ用の資料でもう入ってて、だからね歌聞こえてたからあのアドリブになったじゃん。はい、まだ仮歌でしたね。仮歌でしょ。仮歌だからこれ面白いね、オープニングなのかなとか現場で言ってて、はいはいはい。であれなんか俺歌うらしいよってなって、え俺歌うのっつって、あこれできた。そうっす。あ今流れてましたけども、もうめちゃくちゃ楽しかった。これあのだから僕ら聞いたの初なんですよ、このあの僕が歌ってるバージョンで。そう、ね、実は今こうラジオ撮ってる段階で初めてだから。そうだよね。最高。ブレイパーンとかすごいこだわって撮ったよなんか。いやー楽しい。そこはメロディー忘れてやっちゃいましょうみたいな。そういう心もあって。でもキーもすごいこだわって実は。そうなんですか。すみません、最初こちらでって上がってきたキーが、はいはい、あの音楽的なのとか、あと僕的な、鈴村健一的キー的なも抜群だったの、うん、でも伸び伸び歌えて、はいはい、でもザこうロボットものっぽいキーだったから、うんうん、まあこれでいいかと思ったけど、はい、一応あのブレイバーンで歌うっていうニュアンスでいいですかっていうことを聞いて、うん、ブレイバーンの声のレンジだともうちょっとキーを下げると、うん、ブレイバーンが歌ってるように聞こえますけどいかがしましょうとかって言ったら、向こうからすいませんちょっと悩んじゃって一度お会いしていいですかっつって、キーチェックちゃんとして、それであのこのキーに決まってすげみたいなことまでやったの。もうブレイバーンなんだ。そうだからあのそれこそだからロボ内で聞こえてるっていうのが僕もすごいなんか引っかかってたっていうか、だからこうブレイバーンが歌ってる感じがいいのかなっていうのはすごいこだわるべきポイントなんじゃないかと思って、だからこの気になった。面白いよね。体の中で流れてるってどういうことなの。どういう仕組みなんだ。どういう仕組みだし、なんで流すのブレイバーン自身のね、どこで収録したんだろうとかね。なんか本当面白かったよこのレコーディング。ノリノリで歌ったし、もうなんか夢がいっぱい叶ったのよ。ロボには乗ったことあるし、はい、でもなんかロボになったことないし、そうですよ、それですよね。で、はいはい、あのロボで主題歌やるなんてもう夢中の夢じゃん。そうですね。叶ったんだよね。カステラの夢がここで、もうここで叶ったんですが、もう後の人生惰性です。いやいや、やめてやめてやめて。これからもよろしく。まあまあこの作品的には嬉しいこと言われてますけど。そうですよね。そうですよね。あ、そう、はい、あのこのトークネタにある草薙さんの草薙剛さんの。
後提供っていうのがなんかやばいよねあったらしいんですけど、はい、これまだねイラスト見れてないんですけど、はい、この手元にねイラストをいただいてます。オンエアの最後に、はい、なんか来週も見てねみたいなやつがこれになってたところでしょ。なんで草薙さんなの。やっぱあのプスマでねいつもお絵かきやあのコーナーすっごい好きだったな。プスマ懐かしいな。草薙さんがめちゃくちゃロボ好きとかそういうわけでもなく画伯だからってことですか。全然関係ないの。本当に関係なく草薙さん草薙さんの、ね、画伯っぷりがねすごいっすね。いやでも味がありますよ、ね、いいっすよね。この勢いでダウンタウンの浜田さんにもお願いしてほしいですね。ぜひねお絵描きの人がやってほしいですよね。第2話第3話と、なるんでしょうか。そうですね。わかりませんがこれからもありますからね。この後テイストをぜひ楽しみにして、このテイストかどうかは知りませんけれども楽しみにしていただければと思います。ということで、そんなオリジナルテレビアニメ勇気爆発バーンブレイバーンは各種配信プラットフォームでも、順次配信中となりますので、見逃してしまった方はぜひチェックしてみてください。続いて番組からのお知らせです。まずは放送情報です。勇気爆発バーンブレイバーンの最新第2話イサミーそろそろだよなイサミーは1月18日木曜日23時56分から TBS 系28局全国同時放送予定でございます。いいタイトル、いいタイトルだね。いいタイトルだ。はい、そんな第2話のあらすじです。第2話イサミーそろそろだよなイサミーなんとか窮地をしのいだ後、各国軍の司令官はブレイバーンを交えた作戦会議を行っていた。世界が危機に瀕していると熱弁するブレイバーン。しかし突如現れた謎の存在を信用できないキングたちは対応を決めあぐねる。一方で訳も分からずブレイバーンに登場させられたイサミは敵のスパイだと疑われ厳しい尋問を受けていた。混乱を極める中、新たな敵スペルビアがノースショア沖に襲来する。そんな、2話から気になる新キャラクタースペルビア登場いたしますので、こちらもぜひご注目ください。勇気爆発バーンブレイバーンは各種配信プラットフォームでも随時配信しておりますので、ぜひぜひぜひチェックしてください。はいはい、さあじゃあ続いて音楽情報ですで、ね、ゲストなのに急に出しゃばってどうしよう。いや大事なことです。私鈴村健一が演じているブレイバーンが歌います勇気爆発バーンブレイバーンのオープニングテーマババーンと水産バーンブレイバーンが収録された CD が3月6日水曜日に発売予定です。ついつい口ずさんでしまう楽曲に仕上がってます。実際あのねアフレコのそのね資料に貼ってあった1回聴いただけなのに、はい、もうすぐ歌えるんです。覚えますよね。覚えやすいですよね。誰でも歌えますから。そうですね。ぜひ、ね、一家団らんなどにもお使いいただけます。皆さんで大いに口ずさんでください。各種配信サイトにて先行配信中となりますので、ぜひぜひ何回でもお聴きください。ありがとうございます。そして本レイディオ番組からのお知らせです。オリジナルテレビアニメ勇気爆発バーンブレイバーンウェブレイディオでは皆さんからのお便りを募集しております。作品の感想はもちろん、勇気を出して〇〇したこと、勇気を出して2人へ質問など、お気軽に公式サイトの応募フォームよりお送りください。皆様からのお便りをお待ちしております。勇気爆発バーンブレイバーンの最新情報は公式 SNS で随時発信しておりますので、ぜひ、X もフォローしてみてください。以上、勇気爆発バーンブレイバーンからのお知らせでした。ということで、あっという間にお別れの時間になってしまいました。皆様、初レイディオ勇気爆発してましたでしょうか。勇気爆発が、一体どこを目指してるのか、まだ掴めてないです。君たちはきっとこれから掴んでいくんだろうね。そうですね、まだ1回なんで。そうですね、まあ俺はもうすでに掴んでるけどね。本当ですか。さすがブレイバーン。お前たちには教えない。なんでお前たちの手で掴まなければ、それは本当の勇気ではないんだよ。ブレイバーンカステラカステラそうですよ、今日決まったことはカステラとイワシと味噌ってこの3つだけですからね。これだけだから、そうなんです、ね、勇気を出してたのかちょっとわからないですけど普通に馴染んできちゃってるところがあるからはい、ということで番組を聞いている皆さん、感想をぜひハッシュタグブレバン、カタカナでブレバンです。 X、旧ツイッターでぜひつぶやいてください。
はい、来週配信予定のシャープ2もゲストのブレイバーン役カステラこと松村健一さんと一緒にお届けしていきますので、はい、来週もアニメもレイディオも見て聞いてくださいね。お相手は勇美青役の鈴木亮太とルイス・スミス役の浅上洋平とブレイバーン役の鈴村健一でした。勇気爆発、せーの、バーンブレイバーン。